いなところをちょっと課題にしてやってます。まずこのファが超綺麗に出るようにというか、あと全部のなんだろうハーモニー感と音程を確認していくっていうことをやりました。結構このファのところは気持ちよく出る生徒さんも結構多くなっていて、この音がいかに完璧で歌えるかっていう風なところをまずチェックしていくと、その後の高音もどん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 上手くなると思います。あとは君が何か伝えようととかってドレミファ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 ってファがここで連発してくれるので、よく発声スケールであるマン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 みたいな感じでも使えるし、ファの音を安定させていくっていう曲としてはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。でこれが結構音楽的に素晴らしく歌えるようになったら、次ライオンハート行ってみましょうって感じで課題曲を出した方もいるし、やっぱりね、無理なものは無理だから、ただ順番を守って高音を練習していくと一番近道です。高い曲ばっかり元気で やって練習、自分で練習してもどんどん苦しい方向に行くだけで、その癖がつくだけなので、そこは気をつけるといいなっていう話でした。おすすめの曲として、まあ高い曲もキー下げてやるって手もありますけどね、やってみてください。ありがとうございます。